皆さん、えー、こんばんは、えー。直言極言の時間です。えー、今日はですね、えー、1970年、えー、約50約とゆれば52年前、えー、三島由紀夫氏が、えー、自決を、えー、防衛庁のまあ,あ中で、えー、遂げた日でございます。えー、今日は誘国旗も行われました。 私も呼びかけ人の一人でございますがちょっとも個人的な都合がありまして今日は出席できませんでしたけれども改めまして52年前私は大学3年の時でございましたけれども三島さんが腹をまあ切ったということでございます。ずいぶん私の人生にも大きな影響を与えましたというようなことはやっぱり彼の中で一番あの心に残ったのは。 命よりも大事なものがあることをお前たちに見せてやると自衛隊員や日本国民に呼びかけたということでありますこれは何度もあの時感じたのは私はもちろんニュースフィルムニュース映像 NHK のニュースを見たんですけども三島さんが防衛庁のバルコニーで演説をしながら叫んでるんですね。そうすると下では集まったた自衛隊員たちが ヤジを飛ばしたり笑ったりせせら笑ったりしていると、えー、お前たちには分からないのかと。 というような形でその自衛隊員に呼びかけている、まあうん、悲痛な姿というかです、ね、同時に、えー、その上空を、えーまあうん、マスメディアのヘリコプターが、まあ、ぐるぐると回ってです、ねえー、三島さんの声もなかなか聞き取れない状態でありました私たちはその途切れ途切れの声とそしてせさらを笑う自衛隊員たち こういった姿私もまだ、えー、大学3年二十歳の、えー、まあ、えーまあ、そういう人間でございましたがあこれが戦後日本なんだとまさにこれが今見ている声が届かない。 えー、ヘリコプターのマスメディアによって声がかき消されそして一番大事なというよりもむしろ日本を担ってくれるはずの自衛隊員たちが、えー、国を思う、えー、そういった三島さんの訴ええー、このことについてせせら笑う、えー、滋賀にもかけないあの様子 というのを見た時「滑稽と悲惨」というトーマスマンがよく小説の中で使っていた人生の在り方つまり滑稽にされてしまう <coughs> そして三島さんは気が狂ったとかいろんなことを言われました当時もそういう滑稽と悲惨が本当に人の命や生き方に同居しているこういう姿を <laughs> トーマス・マンの言葉ではありますがまあそういうことでございましたあのトーマス・マンがの影響を三島由紀夫さんがもう本当に影響を受けたことはあの文化防衛論というのは非政治的人間の考察という万の著述の要旨というかそういうものを受け継いでいる。 もちろん三島さん独自のものもあるんでしょうが私はこれ本当に二十歳の小僧の時はそれを読んだ時トーマスマンの研究をやってましたからああああパクったなこれはというぐらいの文化防衛念をそう思った次第でございます。それともう一つ、えー、ああいう形で、えーまあ、自決をなった、えー、ものすごい実は影響を受けました。命を懸けるということ えー、そして、えー、自分の命の儚さや逆に、えー、この世の無常というな中ででもそれを貫いていくものがあるんだと人の個々の命そのものよりももっと大事なものというものを、えー、彼は訴えてまあ、えー、死んでいったわけでありますその自分の思想あるいは自分の生き方も、えー、そういう意味で、えー、こういった世の儚さや無常こういうものと同時に 今言った命よりもも大切なものがある、えー、こういうものを実は感じている、えーえー、ことがあるとしたらこれを貫かないればならないと、まあ、あの当時、えーまあ、こ子供というかですね二十、えー、歳の青年だったわけでありますがそう思った次第です。その後に 実は、えー、連合赤軍のですね浅間山荘事件がありました、えー、1週間にわたって警官隊に銃撃を浴びせ2人の警官が射殺されました私は局座も三島さんと同じようなことをやるのかと思ってましたで警官を2人も撃ち殺した以上最後は革命の英雄として自決をするか撃ち殺されるか、えー、ということをまあ まあ、期待というと、あれですけど、予想したんですけど、無様な形で彼らは。えー、警官、日本の警察の甘さというよりも、銃撃されても、えー、日本の警察は打ち返さないわけです。催涙体やいろんなやり方で、ついに彼らを生け取ったわけであります。こういうような無様な姿を見たとき日本の本当の意味での左翼は終わったなと。 三島を超えることができなかったって、まあ当時の考えはそんな感じを持ちました。皆さん、三島さんの自決は一体なぜ起こったかというのはずっと皆さんからさまざまな形で意見が表明されております。私は、えー、本当は三島由紀夫はこの戦後日本という今の腐敗堕落したこの世界に対して差し違いをしたかった。 と思います、えー、現に1968年、まあ、に自決する、えー、2年前、えー、新宿の騒乱事件とかさまざまな還暦屋の局者の学生が還、えー、瓶や鉄パイプあるいは、えー、下馬棒といわれるこん棒というかそういう棒を持ってですねさまざまな形で荒、えー、れたわけです。新宿では、えー、68年私が大学入った時、えー、騒乱罪が起きました。 えー、こういうような形で、えー、1970年には革命が起きるんじゃないかと武装革命が日本の中で起きるんじゃないかとも大学内では言われてました三島さんもそのイメージで盾の会という、まあ、それを防ぐむしろ自衛隊や、えー、出,動の自出動があるとしたら治安出動があるとしたら自分たちも命を懸けてそういった最翼学生あるいはそういう革命分子と対決をする。 つまり彼らと差し違えてもそれを日本革命を防ぐ、えー、というようなことを、まあ、考えていたわけであります縦のの会はそういういものがありました、えー、しかしながら、えー、見事にというか、えー、無様な形で、えー、やっぱり日本の左翼運動極左運動は、えー、機動隊の、まあ、催涙ガスとあの、まあ、たジュラルミンの盾で、えー、完全に粉砕をされました。えー そして一部は、えー、アラブ赤軍としてアラブに渡ったりハイジャックをやったりする北朝鮮に渡ったりするこういった形の海域化を進めていったわけでありますそして三菱重工の爆破事件とかこういうのが起きました、えー、しかし全体的には国民運動の中ではそういう細工運動は、えーまあえー、終焉したわけです。自衛隊もも出動しなくても日本の ええあそういう中で三島さんは戦後の日本,日本というものに対して私は差し違えいた,いたかったと思っておりますところがそれ差し違える相手がもういない。自分が戦って自分も殺されてもいいから相手を殺すそういう殺すほどの相手がいない。つまり 反日分子本物の反日分子がいると思ったら実は無,無,無しの無無日日本がない人間だけがゴロゴロいたとこういうことに、まあ、気づかれたと思います。です自衛隊のせせら笑いはまさにこの人たちが悪いというよりも教育やそういう形でなっていたこういう日本がない人たち。 彼が一番呼びかけてクーデター一緒に立ち上がってくれと呼びかけたそういう侍は一人もいませんでしたそういう時代が来てしまった反日分子よりも無日分子日本がない人たちが日本を占めていたもう日本は日本でなくなっていたこれは、えー、ルバンゴ島でもう何十年も戦後諜報、えーまあ、活動を続け、えー、帰還した小野田元将尉 小野田さんが日本に戻ってきた時彼は自分の生まれ故郷祖国日本に戻ってきたら戻ってきたら一体どうなってたかというとマスメディアや象徴されるように全く自分のイメージした帰りたい帰るべき祖国は全くもう日本にはなかったもう日本ではなかった。 日本がなくなっていたということに気が気づいたたととうこに気オロナさんは政府から送られた慰霊、えー、金というかですねあ慰霊じゃないですねあのまあ、いわゆる保証金というかそういうお金を全て靖国神社に全額寄付してブラジルに渡って。 向こうでで暮らし始めたわけです、まあ、そこで成功してもう一度自分の祖国を立て直したいそういう形で戻ってこられましたチャンネル桜にもよくおいでになりました同じように今浦島として三島さんは今こ,こ,この日本を考える時日本がなくなった日本に差し違いもできない日本こういう 何もなくなってきた日本の中で、自分が自決を遂げるしかなかった。私は自分の、南の島に雪が降るという映画。これは実は三島事件を。ベースにですね、作作った映画の中で。トーマスマンの魔の山の中の。まあ、いわゆる啓蒙主義者の進歩主義者と。宗教的共産主義者。こういう。二人の。 男の対決間の山でですね、銃を向き合って対決する決闘するシーンこれを映画の中でも生かさせてもらいましたその何をやるかというとですねその啓蒙主義者進歩主義者はあの決闘することになってお互いに銃を向き合うんだがう撃たないで上に向かってバンと撃つわけです。で私は人殺しはしないんだとヒューマンな人間だからねと言った時こう,やったこうやって向けていたもう一人の まあ宗教的なまあ共産主義者と言ってもいいそういう男はその新保守主義者に向かって引きこもろうって叫ぶわけですよ。そして何をやったかというと、デーンと自分の頭を打ち抜く。これ映画で私はそのシチュエーションを使わせてもらいました。トーマスマンのそのあれですけれども、つまり三島さんはそれだったような気がします。本当は相手を打って真正面から戦いたかった。 反日無事中無日無とところが全くもうすでにあの呼びかけの時も自決の時もすでに日本はなかったその広がってせせら笑っている自衛隊員の目,目の下に見ながら彼はそれを確認したと思いますもともとそんなバルコニーに立ったからって立ち上がるような自衛隊員がいるとは頭のいい方ですから思っていなかったと思いますそういういわゆる国境と資産を 身につけて日本反日と戦うような今の戦後,戦後の日本保守主義者たちはそんなふうに思ってるでしょうけどもそうじゃなくて全く差し,差し違いもできないような日本が亡くなったこの我々の国の現状の中で自分を打ち抜くまあトーマスマンで言えばこれですけど自分を腹を切るしかなかった差し違いもできない日本。 これが今私たちが直面していることでありますだからこそただ我々はまだこれはやらないこれはやらない内部はそういう状態になってもまだ私たちには2600年の歴史を持つ皇室もありそして伝統や文化、えー、遺伝子もあるわけであります絶対に日本は諦めない私のいるところに日本はあるそういう自覚を持って えー、この日本の守りを、えー、私は進めていきたいと考えるわけであります。えー、ほとんど状況は絶望的なわけですしかしだからこそ我々は日本人でありますから絶対に日本を諦めないと、まあ、そういうことを今日有国記で、まあ、いろんな形で考えさせてもらいました。差しいいもできない日本 そういう中に私たちは危機としての日本を生きています。今日は以上です。